北西インディアン戦争、北西インディアン戦争、北西インディアン戦争、A、ノースウェストインディアンウォー、1785年から1795年は、アメリカ合衆国による北西部領土支配に抵抗して、この地を領土とするインディアンの大同盟が戦いを挑んだインディアン戦争の一つ。1794年に、オハイオのインディアンたちは、 コールンティンバーズの戦いで合衆国に敗れ、彼らの領土は1795年ので合衆国に奪われた。今日のオハイオ州の大部分を含む領土は合衆国の支配地となった。ミシシッピ側の東と五大湖の南の地域では、アメリカ合衆国が関わる前も一世紀以上にも、渡って戦いが続けられていた。フランスの探検家。 サミュエル・ド・シャンプランは1608年にセントローレンス川沿いに住むワイアンドット族、ヒューロン族ともインディアンの側についてニューヨーク植民地北部に住むイロコイ族と対抗した。その結果、イロコイ族はフランスを激しく憎むようになり、1626年頃ハドソン川を遡ってきたオランダ人交易業者と組むことになった。オランダ人はイロコイ族の毛皮と火器や、 斧、の、ナイフと交換し、イロコイ族はその武器を用いて1650年代に始まるビーバー戦争で、ヒューロン族と北西部領土、オハイオ軍西部のインディアン族をほぼ追い出すことに成功した。イロコイ連邦の抗議制社会システムは合衆国の建国にも様々な影響を与えたが、安保条約もその一つである。イロコイ族は、同盟を組んだ相手の敵に戦力をし、 共に戦う文化を持っていた。この戦争は、ヨーロッパから持ち込まれた薬病で弱らされ、新しい武器で武装した激しい敵に向かい合うことになったインディアン部族にとって、相当に残酷な様相を呈し、常に血生臭いアメリカが衆国の歴史の中でも、特に血生臭いものとなった。兄弟になったイルコイ族は、アメリカ北東部の勢力地図を塗り替え、ワイアンドット族。 ヒューロン族やニュートラル、エリー族、サスケハンノック族などいくつかの大きな部族間同盟を破壊し、他の東部の部族をミシシッピ川を越えて西に追いやった。インディアンの避難民はイロコイ族の戦士から逃れて西に移動し、イロコイ族は北東部に帰ったので、ケンタッキーやオハイオ領土は事実上空白地帯となった。その後1655年頃、イロコイ族は オランダのニューネーデルラント領地を占領したイギリスと交易を行うようになった。1700年頃からインディアン部族は北西部領土にバラバラに戻っていったが、中速発散を繰り返していた。17世紀と18世紀を通じて、イギリスとフランス双方が色濃い連邦と共にオハイオ領土の領有を主張した。1700年代中頃、 両国とも商人や毛皮攻易者をこの地域に送り込み土地のインディアンと液させたが暴力沙汰も頻発した。これはフレンチインディアン戦争の結果、1763年のパリ条約でフランスがこの地域を放棄した形で決着した。イギリスは古代湖地方やイリノイ軍東部、オハイオ領土を含め多くのインディアン部族に直面することになった。 これらの部族は自分たちの土地に入ってくるイギリスの入植者を心よく思ってはいかった。このことがポンティアック戦争につながり、いくつかの砦を焼き、入植者を殺し、北西部領土から追い出すことになった。イギリスはピット砦を増強するために軍隊を送り、ブッシーランの小規模の戦いでインディアンを打ち破った。この戦争の結果はほとんど何も解決されないままに終わった。 イギリスは1763年宣言で北西部領土への白人の入植を公式に禁じた。このことでイギリス人の一部は小児族やその他の部族との友好的な関係を望んだ。1774年6月22日、イギリスの議会はケベック法を通過させ、この地域をケベック植民地に付属させるものとした。この法は、 白人からはアメリカ独立戦争に導く耐え難き処方の一つに数えられた。アメリカ独立戦争の間、色濃い連邦の中の4つの部族がイギリス側について、サラトガ方面作戦ではオリスカニーの戦いでイギリス軍を助け、ペンシルベニアではワイオミングバレーの虐殺、ニューヨークではチェリーバレーの虐殺など、この地域を荒らし回った。 イギリスがアメリカ南部に攻撃の目標を置いた1779年、ジョージ・ワシントン将軍は色イ,イ族の動きに対処する機会だと捉えた。ジョージ・ワシントンはジョン・サリバンに約5000名の兵士をつけてニューヨーク植民地北部の色イ,イ族集落を襲わせた。この際、ワシントンはインディアンの村をただ制圧するだけでな、皆殺しにするように、と指令した。 1779年の秋、サリバンはニュータウンの戦いで、イロコイ族を打ち破り、焦土作戦を行って40以上の集落と、その作物を破壊した。サリバンの遠征隊とは別に、ダニエル・ブロードヘッド大佐の指揮する部隊が、ペンシルベニア西部のイロコイ族集落を襲い、10個以上の集落を破壊した。イロコイ族の大部分はカナダに逃げ込んだが、その後の冬は、 寒さと上に苦しむことになった。この後色恋族の力は合衆国の中では制限され、北西部領土に対する領有主張は消えた。色恋族はワシントンの軍隊によって徹底的に虐殺された。ワシントンの軍隊は色恋族の尻の皮を剥いで、ブーツトップやレギンスを作った。色恋連邦のセネ家族の集落はワシントンによる焦土作戦によって、 30あった集落のうち28を徹底破壊された。インディアンたちはワシントンを町の破壊者と呼んで恐怖した。これより前の1778年、ジョージ・ロジャース・クラーク将軍が178名の兵士と共にオハイオ川にあるイギリス軍の砦を占領し、オハイオ川を支配下に置き、オハイオ川から北の土地の領有権を宣言した。 1782年8月、ケンタッキーで行われたブルーリックスの戦いは、アメリカ独立戦争の最後の戦いとなった。今日のケンタッキー州ロバートソン軍にある、リッキング川沿いの丘で、約50名のイギリス軍、ジャーズと300名のインディアン戦士が、ケンタッキー民兵182名を待ち伏せし、公開させた。1783年のパリ条約は、 アメリカ合衆国の独立と北西部領土の領有を紙の上で認めた。この領土は合衆国のマサチューセッツ州、コネチカット州、ニューヨーク州及びバージニア州がそれぞれ有を主張する複雑な様相を呈した。イギリス軍は1781年のヨークタウンの戦いで決定的な敗北を起死していたが、北西部領土のアメリカインディアンは負けたわけではなかった。しかし、 インディアンたちは、パリ条約の調印に参加することでもなく、ミシキナクは、リトルタートルやウェアピアセンワー、ブルージャケットといったインディアンの有力者たちは、この地域のメリカ合衆国による支配を拒んだ。オハイオ川の取を失った後も、イギリス軍は、古代湖地方の取を維持し、同盟インディアンと武器と毛皮の交易を続けることで、インディアンを支援していた。このイギリス軍の中流は、 米戦争の終結時まで続くことになった。合衆国の大陸会議は、通貨の安定と独立戦争で負った負債の召喚のために、西部の土地を売却した金で補おうと考えた。1785年の公有地条例は、インディアンの土地、所有権を持っていようと今井と関わらずを得ようとする、土地投機か、測量士、及び入植者に動機を与えた。 大陸会議は1785年に、いくつかのインディアン部族と交渉して、マッキントッシュトリでの条約を結び、オハイオ領土東部の土地を手に入れた。しかし、コネチカットの入植白人がすでに西部保有地に流れ込んでおり、いくつかの部族にとって置かれた保有地の一部まで広がっていた。1787年に連合会議で採択された北西部条例によって、 合衆国の法律でインディアンの領土が保障されたが、オハイオ川の北に入植者の流入が続くことになった。これらの入植者とインディアンとの紛争が起こり激しさを増した。両者の不満を抑えようとした1789年のハーマー取り出の条約は失敗し、問題をこじらせてしまった。すべてを共有するというインディアンの文化では、土地は誰のものでもなく、 みんなのものだった。白人がやってきて勝手に農地を開いても、インディアンは多めに見ていた。しかしその数が増え、彼らに対して白人がここから出て、どこかよその土地に行けと言い出すと、インディアンたちは当然怒った。インディアンにとって土地は誰かが占有するものでも、他者を排除するものでもなかった。インディアン部族の共同を促す、西部同盟は、 フランスの植民地時代に遡るが、アメリカ独立戦争の間に再度同盟が成立していた。1785年の秋、デトロイトトリレで新たな同盟が訳され、個別の部族によらず結束してが主衆国に対抗することを宣言した。この決め事はさらに1786年に、ワイアンドット族の村で更新され、オハイオ川をインディアンとアメリカの入植者との境界と、 するよ主張した。ワイアンドット族は同盟部族の名目上の父親であり、小人族やマイアミ族が強力な戦士団となった。同盟に参加した部族多くの場合、全部族あるいは民族が戦争に関わったわけではない。インディアンの社会は中央集権システムではなく、それぞれの氏族が独立した合議制社会を形作っていた。戦いへの関与は、 合議によって村谷場合によっては個人単位で決められた。白人からはチカマウガと呼ばれたチェロキー族集団の二つの集団から出た約二百名の戦士が独立戦争の時代から同盟の時期を通じて小人族と共生したたかった。また、ある場合にはチェロキー族の戦士チーブン氏にドラーギングカヌーがその兄弟のバジャーと共に一つの 戦士団を特定の攻撃に向かわせることがあった。北西部インディアンと伝統的に仲が悪かった南部の部族、直東族や地下層族は合衆国側の石膏を務めた。この地域のイギリス人の中には独立戦争の敗戦の痛みを忘れず、インディアンに武器弾薬を売って白人入植者を襲わせる者がいた。1780年代中頃は、 インディアン戦士の部隊が小さな襲撃を繰り返し、流血と不信感を募らせることになった。1786年の秋、ベンジャミン・ローガン将軍が、連邦軍の兵士とケンタッキーの騎馬民を率いて、マット川沿いの小人族集落を襲った。その集落は戦士たちがケンタッキーの砦を襲うために留守であり、主に非戦闘員が守っていた。ローガンは、 集落と食料に火をつけ多くの住民を殺すか捕虜にした。その中にはインディアンの州長もいたが兵士の一人に殺された。ローガンの襲撃と州長の殺害は小人族を怒らせ白人への攻撃を激化させることによって報復した。オハイオ川の両岸におけるインディアンの襲撃はさらに危険なものになっていった。 1780年代の中盤から後半にかけて、ケンタッキーのオハイオ川南岸の白人入植者や、オハイオ川の北を旅する人被害はおよそ1500名にもなり、その間に白人の方からインディアンに報復することもあった。1790年、アメリカ合衆国大統領となったジョージ・ワシントンと、陸軍長官のヘンリー・ノックスは、ジョサイア・ハーマー殉賞に命じて、 小人族とマイアミ族の居住地に西部方面軍を向かわせた。1790年10月、ハーマー指揮下の1453名の部隊が今日のインディアナ州フォートウェインの金に集結した。ハーマーはジョン・ハーデイン大佐に400名だけの部隊を預けてインディアンの部隊に向かわせたが、インディアン選手は1100名も集まっており、ハーディン隊を手ひどく打ち破り、 少なくとも129名の兵士を戦死させた。ワシントンは続けて1791年の夏に北西部領土の知事をしていたアーサー・セントクレア少将にさらに積極的な作戦を取らせた。セントクレアは兵士や物資の確保に難従した後やっと準備ができた。1791年11月4日の夜明け、セントクレアの未熟な部隊は200名の 奇跡登従軍者と共に、今日のオハイオ州フォートリカバリー近くで宿営していたが、宿営地の守りがおろそかだった。リトルタートル、ブルージャケット及びテカムセラが参加したおよそ2000名のインディアン戦士が吸収して、米軍を驚かせ、た叩く間に、その準備が足りない警戒線の内側に入ってきた。未熟な新兵たちはアーテフためき、何らかの命令を発して、 崩壊を止めようとした多くの士官ともども殺された。米軍の損害は920名の将兵のうち632名に達し、264名の負傷者も出た。200名の非戦闘従軍者のほとんど全員も殺された。合衆国のインディアン戦争では最も手ひどい敗戦となった。1792年には、ワシントンが送った和兵の死者ジョン・ハーディン大佐と、 アレクサンダー・トルーマン少佐が殺される事件が発生した。セントクレアの大敗後、ワシントンは、マット、狂人とあだ名のついたアンソニー・ウェイン少将に新しく訓練の施された部隊を作るよう命じた。ウェインは1793年遅くに、新しい合衆国軍の指揮に就いた。徹底訓練の後に、ウェインの部隊はインディアンの保留地に進軍し、 セントクレアが破れた場所にリカバリートリデを築いた。1794年6月、リトルタートルたちは再び米軍の砦を攻めたが、今回は成功しなかった。ウェインの訓練が積まれた部隊は、さらに奥深く進行し、ワバシュ連邦の領地に入った。リトルタートルに代わって、ブルージャケットたちが攻めたが、1794年8月のホールンティンバーズの戦いで破れた。 ブルージャケットたちは配送して、イギリス軍のマイアミトリデで体制を立て直そうと、図ったが、イギリス軍はトリデに入ることを拒んだ。当時イギリスとアメリカは、フランス革命の後でジャコバン派の支配るフランスに、対抗するため密接な進行関係を築こうとしていた。1795年に結ばれた二つの条約によって、インディアンは合衆国から領土を略奪されることになった。 により、インディアン部族は、オハイオの大部分とインディアナの一部を合衆国に奪われ、また、イギリスではなく、合衆国が北西部領土を支配することを認めさせ、白人の捕虜が全て帰還できるまで10人の州長を人質として差し出すこととした。一方、アメリカとイギリスの間で、すでに調印されていた J 条約では、西部の取りから、イギリス軍が撤退することを決めた。 白人人は州長ををを指導者と誤解ししてているるかから彼ら彼質にとって脅しをかけたのであるこの5名は白人からは軍事指導者に見えているが、インディアンにそのようなものはいない。彼らは同盟の中で結出した戦士だったということで、ある。この戦争には広く認められた名前がない。他には、オールド北西部インディアン戦争、オハイオ戦争、 オハイオ・インディアン戦争、オハイオ側協会の戦争がある。アメリカ陸軍の記録にはマイアミ方面作戦となっている。ある歴史家は最近マイアミ連邦戦争を提案したが、他の学者はマイアミ、あるいは買って使われたリトル・タートルという名前づけることに反対し、これでは戦争におけるブルージャケットの重要性とオハイオ軍インディアンを見過ごすとしている。多くの書籍は、 戦争を何と呼ぶかという問題を避け、名前を付けないか無視するかしている。同様に戦闘や遠征にも、標準的な名前がなく、唯一の例外は、フォールンティンバーズの戦いである。インディアンは合議制民主主義社会であり、すべての決定は合議のもとに行われる。インディアンの戦士は、個人個人の自由意志で戦うものであり、軍事指導者というようなもんは、インディア社会には存在しない。 また、州長、チーフは、調停者、ピースメーカーであって、これも、主張や、部族長、軍事指導者ではない。白人にはこのインディアン社会のシステムが理解できず、有力な戦士や州長を、戦争司令官と誤解し、リトルタートルの戦争などといった名称を、インディアン戦争の数々に名付けた。しかし、インディアンにとってはこれは、マイアミ族や、同盟部族の戦争であって、 リトル・タートルの戦いではない。この戦争は独立戦争後の合衆国にとって初めての大きな軍事行動となり、ジョージ・ワシントン大統領の知性でも大きな危機となったが、あまり知られてはおらず、合衆国の歴史関連図書でも見過ごされている。同様に後の西部入植時代のインディアン戦争は、アメリカの大衆文化で有名になったが、北西インディアン戦争で米軍が被った損失は、 19世紀にセミノール族やスー族、アパッチ族に対する民族浄化での戦争被害を合わせたよりも多かった。ワバシュの戦いでセントクレア軍が被った損失はアメリカインディアンが合衆国軍に与えた最大のものである。北西インディアン戦争はアメリカの歴史の初期に起こった自己完結型のインディアン戦争の一つと考えられがちであるがフレンチインディアン戦争。 ポンティアック戦争、ダンモアの戦争及びアメリカ独立戦争と長く続いたオハイオ軍での闘争の一部であった。実際に多くのインディアン社会にとっては数世代にまたがる一つの戦争の一部であった。例えば歴史家のフランシス・ジェニングスは北西インディアン戦争がデラウェア族にとって1755年のブドック、遠征隊の直後に始まった40年戦争の 終わりであったと示唆した。オハイオのアメリカインディアン部族にとっては、紛争は一世代後のテカムセの戦争や、米英戦争まで続き60年戦争に盛る。どちらにしろ、その結果は、インディアン部族の強制移住と合衆国による領土強奪という民族浄化であった。インディアン戦争自体は型を変え、21世紀の現在も続いている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。